マズルカ風ロンドへ、蝶々作品後は、フレデリック・ショパンが1826年に作曲した、ピアノ独奏作品。現代のまま、ロンドアラ・マズールと呼ばれることもある。ショパンの弟子であるアレクサンド・リンドゥ、モリオール伯爵クレに検定された本作は、1828年に、アンドレア・ブゼゼーナから出版されているが、当初は、作品番号なしで出版されており、後に、 ライプツヒやパリで再出版された際に初めて作品語が与えられた。ヘチョウチョウ、ビバーチェ、4分の3拍子。長大なロンド作品で主題は特徴的な FAHD の境界戦法を取り入れたもの。三連符が中心となって軽快な民族舞踊を披露している点は、同時期の競争曲と同様であるこの作品においてショは、 古典的な形式である本来二拍子系のロンドとポーランドの民族舞踊である三拍子のマズルカを融合させようとした。ヘチョウであるが、主題は第四音が半音上昇したリディア戦法で書かれ、普天リズムや三拍目のアクセントを持ち、それは民族舞踊であるマズルカの特徴そのものである。主題は二単調でも歌われ、トリルを使用した音景も現れ、自由である。 三連符を基調とした、軽やかな水部から転調を経て、変度調調のエピソードに続くが、これも、普天リズムを基調とし、低音で主音と俗音の五度和音が補足されるなど、マズルカの特徴を持つ。またもや三連符の華やかな創句に続く、第二エピソードも、左手で歌われる旋律の展開や転調が際立つ。再現部では、主題が異端調に展開され、 三度の和音の技巧的なソークなどの展開を見せる。その後にエピソード主題は波長調にて再現されるが途中に波短調の新しい主題も登場する。その後主題の再現となり、色彩的なエコーブを経て F 音を保持されたコーダに至って終わる。演奏時間は約8から9分。ショパンのロンド作品は他に波短調、波長調 変補聴長の3作品がある。これらは型にはまって上調であり、本作も例外ではないという批判もあるが、前作から1年しか経っていないにかかわらず、その作曲技法は驚くべき進歩であり、16歳の少年とは思えないほどの独創性、火星感覚を十分に備えており、後年の自由な幻想性を予感させさえもする、初期の傑作であるという評価もある。 この作品には、華やかで自身の技術を見せつけられることこそが、当時の楽曲に求められ、作曲家もそれに応えることが常であった背景がある。この反省から、後の作品は、難解な火星と形式を破った構成が特徴となっている。ありがとうございます。